この芝。カズマくん。お、エイミーじゃないか。今日は誕生日だったな。おめでとう。そんな場合じゃないわ。朝起きたらミーアちゃんが、ミーアちゃんが。そんなに慌てて一体どうしたのですか。ミーアちゃんがいなくなってたの。私に何も言わずにいなくなっちゃうなんて、まさか家出しちゃったのかしら。まあまあ、まずは落ち着いて。とりあえずみんなで街を探してみたらどうかしら。帰ったぞ。ん？そんなに真剣な顔をしてどうしたのだ。実はミーアが今行方不明に。ミーアはここにいるぞ。ミーアちゃん、無事でよかった。一体どこに行っていたの。市場で誕生日パーティーの準備をしてたんだ。ほら、エイミーの好きなものいっぱい買ってきたぞ。それなら起こしてくれればよかったのに。起きてたらエイミーはミーアのことをお手伝いしちゃうだろう。誕生日くらいゆっくりしてほしかったんだ。ミーアちゃん、なんてけなげで優しくてかわいいの。無事に解決してよかったわね。そういえばダクネスはどうしてミーアと一緒だったの。朝鍛錬をしていたらたまたま出会ってな。せっかくならうちでパーティーを開かないかと話していたところだったのだ。そうだな、せっかくだし気を取り直してエイミーの誕生日パーティーをやるか。それじゃあ改めて、エイミー誕生日おめでとう。みんなありがとう。これからもミーアちゃんのことをよろしくね。